エミッヒ・エドアルト・カールズ・ライ人間は、ドイツのシュタンデスヘル。ライ人間公。ライ人間公エルンストとその妻で、バーデン大公、レオポルトの次女のマリーの間の長男。出生時、父が、英国海軍に勤務する関係で、両親はイギリスで生活しており、王ービクトリア英国女王の所有する理給の一つ、ワイト島のオズボーンハウスで生まれた。ライ人間公家は、 代々福音派信徒だった。母方の祖母が、ホルシュタインゴットルプ家出身だったため、潜在的なスウェーデン多い請求権者の一人でも、あった。ウンターフランケン、ヘッセン、バーデン諸地方の大土地所有者の後取りであり、1904年父の死と同時に、バイエルン参議院、ヘッセン大公国国議会第一院バーデン大公国国議会第一院の議席を、受け継いだ。 フロイセン王国陸軍第18師団司令部付き、陸軍中佐の肩書きを持っていたが、名誉的な職務であった。ただし、第1次世界大戦中は、実際に従軍し、20ほどの戦闘に参加した。ドイツ革命後に制定されたバイマル憲法第109条により、貴族の特権は総じて否定され、長子相続性を基盤とするシュタンデスヘルの大土地。 所有者の家族世襲財産の維持も難しくなった。エミッヒ,ヒは1925年、子孫のために一般国民に適用される民法典の規定に沿った形の相続協定を作成している。バイマル共和制、ナチズム時代を通して、エミッヒ,ヒは丘陵地アモールバフ派で事前家として活動した。 1894年7月12日ランゲンブルクにて、帝国領エルザスロートリンゲン州総督を務める、ホーエンドエランゲンブルク公、ヘルマンの次女、フェオドラと結婚。夫妻は、マタイと子妹同士だった。チナン四45人の子が生まれた。フォーステンフォルジでハウジスライニングン、ハットハウスライニングンイムオンライン、ゴタフォンポールサーオフ。ありがとうございます。